星の光に導かれる女神たちの物語。ぶつかり、いさかい、すれ違いながらも結ばれていく絆。だけど引き離され、二度と会えなくなってしまう悲しい物語。その8人の物語はどうしようもなく私たちを虜にする。その8人の歌はどうしようもなく私たちを駆り立てる。行こう、あの舞台へ。輝くスターに2人で。もう起こしてって言ったんだからちゃんと起きてよ。はい。いつも起こしてあげられるわけじゃないんだからね。はい、ごめんなさい。よし、行こう。あ、マイラちゃん、ストップ。おはよう、カレンちゃん。うん、おはよう。よーし、一番。99期生、出席番号1番、愛情カレン、入ります。舞台のセンター、ポジション0。マヒルちゃん、はい、ストレッチ。出席番号17番、梅雨崎マヒル、入ります。太ももお尻まで意識して。無理無理無理。ああ、開いてた。当然、今日の日直私だし。愛情さん、この間寝坊して最後に来たでしょ。カレンがちゃんと起きられる日が来るなんて。のんのんだよ。舞台少女愛情カレンは日々進化中。今の私が一番新しくて一番グッドなんだから。あ、カレンちゃんったら、まひるちゃんのおかげで起きられたのに。ねえ、分かってくれるのバナナちゃんだけだよ。全部分かってるわ、私はね。ほれ、いい加減起きろ、カオル子。乙女の眠りを邪魔するやなんて、無粋やわ。寝ぼけたこと言ってんじゃねえよ。カレンですらもう起きてるぞ。そら大変。はあ、いや、双葉ちゃんも大変だね。ルームメイトがお寝坊さんで。お前が言うな。おはようございます。出席番号18番、天童マヤ、入ります。出席番号11番、西条クロディーヌ、入ります。出席番号25番、星見純奈、入ります。出席番号22番、花柳かやる子、入ります。出席番号2番、イスルギフタバ、入ります。今日もグッド。
はーい。みんな揃ってる？はーい。2年 A 組、俳優育成課28名、欠席者なし、先生に、礼。おはようございます。おはよう。青少音楽学園。ここは100年の歴史を持つ由緒正しい女学校。演劇界を担う次の才能を育てるために作られました。俳優育成課の A 組は歌、お芝居、ダンス、日本舞踊など表現力を日々磨き、舞台創造課の B 組は演出、脚本、衣装、大道具など舞台を作る専門的な勉強に励んでいます。第99期生、私たちは舞台に憧れ、舞台に生きることを選んだ。そう、舞台少女。私たちは同じ舞台を作る仲間、そして同じスターを目指すライバルなのです。わあ、バナナちゃんランチ美味しそう。たくさんあるからね。レッスンやりきった。カレンちゃん、午後の授業これからだよ。午後の授業何からだっけ？英語。英語か、寝落ちしそう。はあ、星見さん、これ。あ、青少祭準備始めるから。まだ来年の話だよ。時間はいくらあっても足りないわ。やることはいっぱいあるんだから。でもでも、またスターライトやるんでしょ。セリフ全部入ってる。大事なのはいかに去年より成長できたかよ。そうでした。でも楽しかったな、1年生の時のスターライト。B 組が裏方として支えて、私たち A 組が歌って演じる、99期生全員で作った私たちだけの舞台。忘れられない永遠の一瞬。でも全然未熟だったわ。来年はもっと完成度を高めなくちゃ。そのために私たちは3年間スターライトを、同じ演目を上演するんだから。そうね。そうだよね。またスターライトできるんだもん。それってとっても幸せだよね。カレンちゃん大好きだよね、あの話。だって綺麗なのに切なくて、熱くなって好きくない？それは好きだよ。でしょう。今度もまた名前付きの役がもらえたらいいな。そうだね。次はその、私とカレンちゃんが運命の2人とか。いや、次も天童さんとクロちゃんがメインでしょう。私たちとは全然違うもんね、あの2人。歌も踊りも舞台に立った時のきらめきも、やっぱ全然かなわないな。オーディションもしてないのに誰が主役か勝手に決めないで。はい。ジュナちゃん、なんか怒らせちゃった？ジュナちゃん気合が入ってぐるぐるなのよ。最高の舞台にしましょうね、あの時のスターライトみたいに。よーし、舞台少女愛情カレンは日々進化中。次のスターライトではもっとグッドな私を見せるのだ。頑張ろうね。大丈夫？カレンちゃん、サンドイッチが脳に回って。気合い切れるの早すぎだよ。カレンちゃん、教科書違うよ。絶景？
で買ったんだよね、あの髪留め。でも叶わなくなっちゃう。あの子との約束。カレンちゃん大丈夫？カレンちゃん大丈夫よ。カレンちゃん頑丈だし。バナナちゃんひどいよ。おい大丈夫かよカレン。平気平気、ありがとう。今日からこの俳優育成課に転入生が来ることになった。急な話だけど、みんな仲良くするように。変な夢だったな。神楽光です。光ちゃん、少女歌劇レビュースターライトザ・ライブシャープ1リバイバルブルーレイ好評発売中。トップスターになれるのはたったの一人。舞台少女たちの運命をかけたデビュー、ここに開演。ゲームアプリでもみんなをスターライトしちゃいます。少女歌劇レビュースターライトリライブ、事前登録受付中。スタリラで検索しなきゃ。のんのんだよ。光ちゃん、愛情。座れ。すみません。神楽さんはイギリスの王立演劇学院からの転入生よ。12年ぶりの日本らしいから、いろいろ教えてあげて。はい。今日の日直は、はい、はいはい、私がいろいろ教えてあげます。光ちゃんに。なんだ、知り合い。愛情。すみません。あの子だ。ホームルームが終わったら寮に案内してあげて。立たなくていいからな。はい。鈴崎、一緒に行って。一人じゃ心配。本当に光ちゃんなんだね。スーパー久しぶり。何年ぶり？12年。え、そんなに？5歳の時にイギリスに行っちゃったから。急に帰ってくるのもびっくりしちゃったよ。でもすごいね、王立演劇学院って世界で一番入学するのが難しいんでしょ。え、そうなの？知らないの？有名だよ。はあ、すごいんだね光ちゃんは。別に。でも全然変わってないよ。つけてくれてたんだ、約束のそれ。そうね。ひー、到着。カレンちゃん、ここは私たちの部屋だよ。そうだね、今日からは3人一緒だね。まひるちゃん、ちょっとカレンちゃん、いきなりすぎるよ。でも一人なんて寂しいでしょ。でも三人なんてやだ。じゃなくて無理。ひかりちゃん、迷惑でしょ。そんなことないけど。あ、ひかりちゃん。ひかりちゃん、ごめん、準備するから。ひかりちゃん、おかえり。これから一緒に頑張って、一緒にスターになろうね。約束だよ。Thank you.
ごいジャンプだったよね。なんかもうバッタみたい。グランフェッテもすごく綺麗だったな。やるじゃん、カレンの幼馴染でしょ。その割にはえらい冷たーされてはるみたいですけど、クール&ミステリアスってことだよ。はは、なんだよそれ。カグラ光。へえ、再演するんだ。あの時の敵役が今度の主役だそうです。あれ、うん、カレンちゃん、バナナ、ヒカリちゃん知らない？ん、そっか、ありがとう。カグラヒカリね、ライバル登場って感じ。でもあの方心が見えませんわ。え？ひかりちゃん？ひかりちゃん？ひかりちゃん？あ、これ。光ちゃん、すみません、忘れ物しました。光ちゃん、エレベーターこんなのあったっけ。それでは、オーディション1日目、情熱のレビューを始めます。トップスターを目指して、歌って、踊って、奪い合いましょう。闇を裂き灯った激光が少女たちの渇望を照らす。星見さん、ひかりちゃんも、これってスターライト？でも何してるの二人とも。わかります。キリン！レビューはすでに始まっています。これがレビュー？そう、歌とダンスが織りなす魅惑の舞台。最もきらめいたレビューを見せてくれた方には、トップスターへの道が開かれるでしょう。あの星のティアラを手に入れてトップスターになるのはどなたでしょう、ね、そんな話、誰が。わかります、でも必死ですよね。だって舞台少女ですもの。普通の喜び、女の子の楽しみ、全てを焼き尽くし遥かなきらめきを目指す、それが舞台少女。その覚悟があなたに。あの上だけ落ちればレビュー終了です。ひかりちゃん止められません。朝も一人じゃ起きられない。主役になれなくてもいい、そんな方はお呼びではありません。さあお引き取りを。ん、キリー邪魔。約束したんだから、ひかりちゃんと
初。うん、私たちは絶対一緒にスターになるって。